テンプレート、ノート、ウィキプロジェクト WX341K は、ウィルコム向けに供給された、強セラ製、PHS 端末である。バウム空編をモチーフにしたデザインから、バウムという愛称で発売される。WX331K の、ストレート形状を踏襲している。ただし、愛称であるバウムにちなみ、背面が円弧状に丸みを帯びた形状となっている。 メインディスプレイは2.4インチで、このサイズでは珍しく、ワイド区分が液晶である。同じ2009年春モデルの WX340K と共に、ウィルコムの端末としては初めてフェリーチェを搭載し、ウィルコム IC サービスに対応している。カメラは WX340K と同じ約197万画素で、あるが、陶器種にはオートフォーカスやライトはなく、 マクロスイッチ切り替えによるパンフォーカスである。ウェブブラウザは従来の強セラ端末に搭載されていたオペラからネットフロントに変更された。液晶ディスプレイのサイズとカメラのオートフォーカスの有無を除くと WX340K と機能的には同等。しかし W、バリューセレクトを利用して端末の購入をすると 端末の価格が WX340K と比べて低く抑えられている上、基本料金の割引額も高めに設定されるため、WX340K に比べ端末、購入時の負担を低く抑えることができる。2010年7月15日には、機能は同じで、カラーリングと仕上げ加工が陶器種と異なったプレミアム版に当たる。 プレミアムバープレゼンテッドバイバウムが発売された。女子大生をメインセグメントとしてバウムが企画されたためか、ハニービーでの8キャラクター同様にバウムにおいてもキャラクターを用いた販売促進が行われた。キャラクターオリジナルストラップオリジナルメモ用紙の配布である。多くは発売直後の購入者に特典として添付された。ウィルコム向けに ネットフロントモバイルクライアントスイートを提供し、デコラティブメールを実現、http://www.imobile.jp:/info/.2016/.16011501.htmlq。ウィルコム PHS の一部機種をご利用のお客様向け、お財布携帯対応サービス提供終了の、お知らせ。 ymobile, wx340k, バウム開発者インタビュー。ありがとうございます。